はい、まあさっきの続きです。さっきの続きっていうか、続きではないか。秋葉原から帰ってきたっていう動画ですね。ちょっと今日の飯はちょっとね、食ってきたね。今日お菓子だけ、バナナチョコレート。貧乏だからよ、100円のやつしか買えないんだよ、チョコレートシリーズ。貧乏だからさ、コンビニで100円のやつしか買えないんすよ。貧乏売り、貧乏ブランド使ってますからね。で、貧乏人の土底編、貧乏人兄の、こいつ生活保護を受けてるんじゃないかっていうぐらいの、貧乏人の僕が、だ週4で4時間しか働いてるなんて、そうやろの僕が、投げ。何を買い物してきたか、紹介するだけの動画です。まず、冬服買ってきました。冬服買うの遅えぞ。と、ファッション感度高い方々は思うかもしれません。はい。けど、ファッション感度なんてそんなのないよ。一般人、普通のペーペーってか、普通の庶民、ピーポーですよっていう人たちは、冬服今でしょみたいな状態ですよね。僕もです。なので冬服買ってきました。どこで買ったかっていうと、ユニクロです。僕はね、お金ないんでね、ユニクロしかお金買えないんですよ。今日ユニバレしたことない。アベバレしたことないし。なんなら、アベールのスタジャン着丈が長いスタジャン持ってるんですけど、高かったでしょって言われるぐらい。マジ、ユニクロ着てて、それ高いでしょ、そのコート高いでしょって言われるぐらい。だから、着こなし次第なのかなーって感じはします。正直ね、相当、毎年のシーズンの、その何、ルックブックとか確認してないと、ファッションとかのね。わかんないでしょ。あれ、ノリノリのブランドのやつじゃんとか、あれユニクロじゃないとか、わかんなくない？わかる人います？なので、僕はお金ないんで、もうユニクロ、もうほぼ一択だと。まあ、自由、アベール。あとみんなに優しい、みんなの仲間、島村。まあ、島村なかなか買わないんだよな。だから島村はね、ちょっとね、ファッション感度ちょっと若干、トレンドに乗り遅れて、いや、どのトレンド持ってきてんのみたいな。何年前みたいなのをよく出してくるんで、アベールはね、すごいトレンドを抑えてるんですよね。お、今風じゃんみたいな。で、ユニクロ買ってきました。あれですね、ソフトタッチタートルネックですね。1500円。XL。僕、タートルネック好きなんですよ。これ XL ですね。ソフトタッチ、1500円安くない？タートルネックのいいところは、まず首元まであったかい。あ、チクチクする人嫌な人は、首元チクチクする人はタートルネック嫌だかもしれないけど、あと、首元に、その、対象物っていうか、何かがある、まあ、物がある状態って、その比較効果で顔が小さく見えるらしいんですよ。その、あ、まあ、これはあれ、僕のあれじゃないんで、僕が言ってることじゃないんで、ファッション YouTuber が言ってたことなんで、それ真似てるだけなんですけど、で、あと、その、襟元その、首元のところに、こういうのがある、その、こう、まあ、その、何、V ネックとか、クルーネックとか、肌が見れるほど、見えるほどカジュアル向けするから、こっちの方がフォーマル感あって、すごいカジュアルとフォーマルのバランス取りやすいんですよね。で、かつ、可愛くないですか、タートルネックって。これは自分の感想です。これは自分の感想。フォーマルに見えるかつ可愛いってすごい万能だなと思ってます。タートルネックあったかいね、あと。厚刈りなんすけど、一枚でこれでいけんじゃん、みたいな。謎のね、これ T シャツ一枚でいけねえ、みたいな。タートルネック一枚でいけねえ、みたいな。で、これ、グレー。
グレー、グレーの L サイズ買ってきました。でこれ1500円両方で3000円ですね。で、ユニクロ、秋葉原のユニクロで、駅のね、アトレの方で買うと、よくキャンペーンやってますよね。それで今やってるのが、着せこい。その着せ、なんだっけ、着せ替え人形は恋をするだっけ、ちょっとビスクドールなんていう正式名称か覚えてないですけど、カードもらいました。結構質感いいですよ、今回のカード。テカテカしてて。けどね、ラインナップがね、すごい多いんだよね。35種類くらいあるのかな。裏はこんな感じ。ちょっと多すぎる。あ、そっか、コスメ系 YouTuber って光こうやって押さえてんだ。無理だ、無理だ。あれ、さっきの出てやったんだろ。真珠ちゃん確か。真珠ちゃん、いや、真珠ちゃんめっちゃ並ぶなってぐらい可愛い。声がいいんですよね、この声優さんの。ちょっと名前知らないですけど、たまに聞く。うん、なんかすごいウィスパーボイスって感じ。しんじゅちゃんかわいい、一番好きキャラで。で、みんな大好き五条くん。五条くんかわいい。五条くんかわいいはやばい。ユニクロで服買ってなぜかカードをもらえちゃうっていうね、秋葉原マジオタクの街。ちょっと腹減ったんでお菓子食いますね。あ、ポケモンやってますよ。はい、ちょっとだけ。今なんか伝説ポケモンと巡り合ったって感じですね。バナナチョコレートうめえ。で、バーガーキング、前アーニャのコラボっていうスパイファミリーコラボしてたんですけど、今回なんかディアブロ、なんだっけな、ブッチャーっていう作品ゲームかなとコラボしてるらしくて、これ全く知らないです。まあ美味しそうなんで食いに行ってきました。1300円ぐらいだったかな、のハンバーガーのクオリティってやろう。もう肉肉しい。チキンとこのビーフ、なんていうのこれ、なんとかハンバーグ挟んだこの旨辛系。ちょっと辛すぎたな、ちょっと僕には辛すぎた。これ今日うまかったっすよ。で、あとアトレで着せ替えのね、着せ替え、そのビスクドールのやつやってたんで、ちょっと写真だけ撮ってきましたね。一応見せますか。まあ、これもね、あのブログの方に載っけるんで、あと、あれ、インスタ。エッチ確認って感じですね。なかなか、これ左側のやつじゃなくて、右側のやつ、エッチ確認って感じですね。等身大パネルみたいなパネル、うん、マリンちゃんか、うちの子キャワーって感じですね。シュキピですね、完全に、うん、なんか結構売れ残ってたらって、売れ残ったって表現いいのかな、その何、こういうのって基本すぐ完売するんですよ。今日なんか残ってましたよ、いろんなグッズ大量に生産したのかな。バーガーキングで1300円ぐらいのバーガー、貧乏人が食ってきたんだよマジで。金ねえからやめてくれよバーガーキングさんよ。お前が勝手に買ってるだけだろってな。で、僕がやってるカードゲーム、貧乏人なんでね、本来はねトランプしかできないと思うんですけどね、ちょっと背伸びしちゃってね、サイファーっていうね、もう
販売停止したカードゲームのカード買ってきました。なんか特価で安かったんでね、買っちゃいました。5円ファウダー5円、これよあの1枚持ってなかったんで確か4枚買いました。で200円のクロム、これ可愛いですよね。これ加工がいいんですよ、このクロム、覚醒クロム。あのね、レリーフ加工っていうのかな、このザラザラした感じに、あのこのデフォルメされたクロムがてん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 って見えないと思うんですけど、あの一万円札の福沢諭吉みたいな、いやそれ表現として嘘ですけど、みたいななんか精密な加工してるんですよ。いや精密はそれほどは言い過ぎだけど。で汎用性高いエーデルガルト、これは何枚あってもいい、これ20円。そしてびっくりしたのがこのクロードが50円。このプロもなかなか見ないですからね、これは嬉しかった。あのヒルシュクラステのあれっすね、あの体操着みたいなDLC のやつです。で1枚持ってなかったローレンツ10円、4枚、ヨズビン、これ買いました。ダークナイトです。はい、カードはそんな感じかな。いや、そうですね、サイファーボックス最終弾買ってきました、イエーイ。これは開けません、これ記念です。はい、で聞いてください、僕が愛用してるワイヤレスイヤホン100均ダイソーさん1000円で、まあ、税込み1100円かで使ってます。前多分 YouTube で紹介してると思います。はい、1100円のワイヤレスイヤホン見つけました。プラチナエンドモデル、コミさんはコミショーモデル。やばない、これ1100円で、これ本来1万4000円ぐらいするからね、1個。これがな、大特価。1100円。これなんかあったみたいな。けどね、どこの通販サイトを見てもね、大体のところはね、結構値下がりしてる。うん。あと、名店バイヤーがね、これね、多分ね、安いところで仕入れて、うん。さばいてんだよ。おーい、危ねえ。ユニクロの服に守られた。さっき買ったやつよ。守れた。これはマジで、あの、楽しみにしてる。なんかあれらしいよ、あのキャラクターのボイスとかが入ってるらしい。すごくないですか、1万4000円クオリティのイヤホンが、ワイヤレスイヤホンが1100円、100均、もうほぼ100均、100均が嘘なんだよな。ダイソーと並ぶ。うん、あの明日もね秋葉原行く予定なんでね、あのもしこの動画見てて俺もしって方いれば、あの言ってください、あの買ってくるんで、あれば買ってくれるんで、あのコメントください。マジプラチナエンドモデルはマジこれ日用使いできるね。で黒だよ、うん。ちょっと小見さんはね紫だからね、ちょっとセンスが問われる。うん、ちょっと服に紫入れてみたいな、うん。ちょっと紫だけだとね、あの人耳紫じゃねえってのか。いやなんねえか。で、羅針盤で買ってきた、フジメイトの宝田立花の、宝田立花のグリットマンですね。マフラータオル。これ550円。買い物すんなって。腐る貧乏人が買い物するなってな。まあ、おたかつなんでね、許してください。まあ飽きるとすぐ手放すんで。で週末のワルキューレのマグネットコレクション、これ今開けますか、3つ。これはねドンキホーテ50円、本当は550円なんですけど50円。まあ、週末のハーレムはねネットフリー限定で、そして面白くなかったんですよ。悪口を言うな。週末のバリキューレか、ハーレムって言ってた、ごめん言ってない。覚えてない、ちょっと待って、ダリな、ダリいつこれ開けんの、後で開けるか、ちょっと動画の尺がな、
編集しないんでな。で、なんか羅針盤のさ、クーポンおもろいっすよ。いい夫婦の日記念、値引きキャンペーン、婚姻届、結婚したい相手、読み方、氏名を書いて、クーポン500円分使えるっていう。推しを書けば、その推しキャラとかを書けば500円分のクーポン使えるらしいですよ。で、書かなくても300円分、書いた方が200円お得みたいな。まあ、僕はこれはあれですね、僕の作戦的には女性店員さんの名前を直接書く、うん、やばいやつ完全に名札見て完全にやばいナンパ野郎ナンパ一瞬しても頭おかしいやつだよ。うん、まあ羅針盤でね、3000以上のね買う機会があればね、でドン・キホーテでアケビちゃんのセーラー服、テクトコーキーホルダー、給食着、うん、これ可愛いんだよな。どんな気買うんだよってぐらい買ってっから、もうどんどん紹介してこわ。水星の魔女、てかあのガンダムウェハース、あのプラモのパッケージ、前も売ってたやつがなったやつ、これ開きます。今エアリアル狙いです。エアリアル以外狙ってません。それ以外ほぼいりません。鉄血でもいいっすよ。それが鉄血あんのかな。エアリアルだけ望んでます。これでエアリアル来た。マジかー、なにこれ。シルバーバレットだって知らねえよ。ガンダムじゃ、ガンダムではない、ガンダムっぽいけどガンダムではない。はい、ハズレです。マジ、いやこれマジエアリアルのパッケージ買ってるか、マジエアリアルのカード欲しいんだが。でどんどん紹介していきますね。ゆるキャンの缶バッジ、シマリンとなでしこ、これ100円、確かで、羅針盤でボックスで660円でフェイト、プリズムファンタズムのあれですね、イリアの、なんだこれ、缶バッジ、トレーディング缶バッジ。まあこれボックスなんで多分全部揃ってほしいよ、全6種だからね。で、魔法カレ、魔法科高校の劣等生のライボ社編のトレーディング缶バッジ、これも全9種ボックスで、これ550円、うん、安すぎるマジで。まあ売れ残りなんだよね多分、うん、しかもこれ若干箱開いてるからね、アウトレット品質。まあラインナップはこれ全部欲しいね、うん。まあ金髪の子、みゆき、メガネの子が欲しい。はい、あとはで、結構僕が好きだったあのハニー、ん、なんだっけ、ハロ、ん、なんだっけ、ちょっと忘れたんすけど、まあちょっと忘れたんすけど、あれヒロインたるもののフォトジェニっていう、なんかスクエア缶バッジ風のあれなのかな、缶バッジですね、220円、ラシンパンさん、これ新品っす、安いっすね。これかわいい、水瀬いのりさんが声優、これかわいいんだかな、うちーってこいつかっけんだよな、バナージの声でな。で440円、これはあれ、僕たちが勉強できない、僕たちは勉強できないか確か、これ最近見たなんかね、2期最近見たんですよ。1期は 見たことあって、去年ぐらいに2期見た、結構おもろいなって、2期おもろかった、なんかね、スイスイ見えちゃった。で、オタコイのアクリルスタンド、オタコイのアクリルスタンドって珍しいなと思って、しかもこれ440円、安いって感じで買っちゃいました。で、これはちょっとエチエチなんで、あの、紹介はなしってことで、
ちょっと作品名がね、HH なんでね。で、なんかプロフィールカード、ヒロインたるもの。これは250円。イケメン2人のやつですね。身長163cm。意外 !168cm。あ、高校生だもんね。うん。けど、そんなにあれなんだ。俺より低いやん。嘘でしょ、絶対。こいつはどうせイケメンだから伸びるぞ。うん。偏見。イケメンは背が伸びる。やつか。背が高いとイケメンになる。背が高くて髪型決めてればとりあえず、そして痩せてれば、イケメン風に仕上がるのが、今の、イケメン風潮。どうしたん？話聞こうか。ツイッター民の発言だ、今。はい、そんな感じです。で、あとは、僕が一番好きな、人生のフルコースに入っているアニメ作品。フェイト。これ、一番くじけネットの確かのアクリルスタンド。ルカコ。と、シャイニングフィンが、あと、なんだっけ、やばい、ど忘れした。やばい、忘れた。忘れちゃいました。で、ルカコ。だが男だ。シャイニングフィンが。で、フェイリスニャンニャン。はい。以上ですかね。全部紹介した？うん。もういいや。疲れたし。いいよね。うん。将来これ多分見ねえな。あ、見るかな？見るくせえな。では、じゃあバイ。おたかつ、おたかついくらぐらい使ったか紹介しますか？多分、2万。2万ぐらい使いました、今日。腐る貧乏人が、月、パートで、8万ぐらいしかもらってない、パートの人が。で、家賃、3万円。そんな僕が、2万円も散財するという、悲惨な。生活保護ください。ベーシックインカムください。僕に。ぜひとも、スパチャしてください。貧乏人なんでね、よろしくお願いします。はい。貧乏人なんでね、よろしくお願いしますって言っとけば何でもありだと思ってる。バカ野郎。バカとムチ、うん。バカとムチ面白いな。今読んでてね、電車の中でずっと読んじゃいましたね。はい。どんどん話が長くなんできます。では、じゃあね、バイ。